カバネ人相の殺人は、今村正宏による日本の小説。表紙絵は、縁田志穂が担当。第27回、相川哲也賞受賞作品。第18回本格ミステリー大賞受賞など、国内ミステリーランキング4巻を達成。2021年8月時点で、シリーズ累計発行部数は100万部を突破している。大学の映画研究会の夏合宿において、 合宿先のペンション、紫不可思想で起きた連続殺人事件に、遭遇したミステリー愛好会のメンバーが生き残りをかけて、真相を追様を描く。作家、今村正宏のデビュー作品。第27回、相川哲也賞の選考において、選考委員の満場一致で受賞が決定された。他に、このミステリーがすごい。2018年度版。 週刊文春ミステリーベスト102018本格ミステリーベスト10において第1位を獲得、そして第18回本格ミステリー大賞を受賞し、国内ミステリーランキング4回を達成した。今村は本作において、殺人の手段の一つであるとともにクローズドサークルを形成することにもなる特殊な仕掛けを組み込んだことについて、相川哲也賞の過去の受賞作を読み、 密室ものを書こうと考えたのが大前提であったとし、パターンが出尽くしたと言われる密室トリックに新しい形を作ろうと考え、映画ではよく見る場面でありながら、殺人が起きたことはないのではないか、との思いつきから着想を得たと語っている。少年ジャンプにて、三岡翔によるコミカライズが2019年5月25日から2021年5月15日まで連載された。 上木龍之介主演で映画化され、2019年12月13日に公開された。上高大学ミステリー愛好会のメンバーである、羽村譲ゆずると、上暮ないのホームズを自称するミステリー愛好会会長の明智京介は、同じ大学に通っていて警察にも協力して、難事件を解決している、探偵少女、剣崎ひる子に誘われ、映画研究部夏合宿に参加することになる。 しかし、その映画研究部の夏合宿は、男子部員たちが女子部員を襲っているという噂があった。合宿初日の夜、近くのライブイベント参加者と思われる死者たちが、ゾンビさながらのカバネ人となって押し寄せて、人間たちに襲いかかる。カバネ人たちは、肝試しに参加していたメンバーたちにも襲いかかり、映画研究部員の下松隆子、演劇部員の星川玲花、 上高大学 OB のデメヒユー、そして、英検メンバーを助けようとした明智が犠牲となってしまう。かろうじて逃げ延びた、ハムラーたちは、合宿先である、紫不可思想に立てこもらざるを得ない事態になる。翌朝、紫不可思想の一室において予告状とも取れる、メモと共に、映画研究部の部長である、神道歩美が、カバネ人に襲われたとしか思えない。 多殺隊となって発見される。だが現場は、館の周囲を、カバネ人に囲まれた、クローズドサークルの上に部屋に、鍵のかかった、二重の密室であった。さらに、カバネ人には、知性がないことが明らかとなり、殺害現場には、カバネ人は入ってこれないことから、推理困難な状況となってしまう。おのおの注意深く行動していたが、 何者かに睡眠薬を盛られたためメンバーたちは眠り込んでしまい病床になりかみくれない大学 OB の辰波波流なりの遺体が発見される。辰波の遺体にはカバネ人に襲われたような髪跡とともに頭部が砕かれていた。さらに映画研究部の OB で紫不可思想のオーナーの息子である七宮金光の部屋を屋上からビデオカメラを使って覗いたところ 七宮が毒殺されたことが判明する。カバネ人にバリケードを突破されて2階にも入り込まれ、皆で脱出に向けて協力しようとした時に、探偵役を務める一目子が推理を述べる。一目子は消去法で一人ずつ容疑者を除外して行き、最後にハムラと聖原美冬の二人に絞られたところで、美冬が自白した。美冬は幼馴染みであった年上の女性たちが、 サークルの夏が宿で持て遊ばれて自殺したため、その復讐のために英検に入り込み機会を伺っていたのだ。三冬がすべての犯行の詳細を告白したのと同時に、カバネ人がバリケードを突破してなだれ込んできたため、一行は屋上へと退避する。そこに、カバネ人化したアケチが現れて、ハムラたちに襲いかかるが、ハムラとヒトメコの活躍によりアケチは、 紫不可思想から落下する。救助の兵ーが到着して、感染経路の封じ込めに成功したこともあって、世間を騒がせたゾンビ事件は解決へと向かう。警察による封鎖作戦により死者数は5200人強と予想されていたよりも、はるかに低い被害に抑えられた。しかし、英検部員の重本光の遺体は見つからず、行方不明とされた。かつて、 アケチと初めて入ってクリームソーダを奢ってもらった喫茶店でハムラは一目子から助手になるよう依頼されるがこの依頼を拒む。その後、アケチなき後のミステリアイ公開はあどけないような大人びた雰囲気をまとったミステリアスな美女が入会したことによりアケチの生前と変わらず二人のままである。縁の項は映画版キャスト。 2018年8月に RRJ が運営するキクボンで配信開始。朗読は浅井春美。2020年1月にオトバンクが運営する AUDIOBOOK.jp で配信開始。2019年12月13日より全国公開。監督は木村久志、主演は上木隆之介。合宿を行うサークルが異なるなど、 原作とは設定の違いがある。ありがとうございます。